馬車馬です。気分が落ち込んだ時はやはり美味しいものを食べるのが一番ですな。というわけで今日はチャーハンと餃子のセットを押し寿司にしてみました。馬車馬は不器用な人間ですから、誰かの力になりたいと願っても押し寿司を作り続けることしかできません。そんな自分の不甲斐なさに枕を濡らした夜もありましたが、ニトリの吸水速乾枕カバーなので大丈夫でした。味の感想ですが、極めてデリシャスでした。スマホをシャットダウンしたいときは電源ボタンと音量ボタンを同時に長押ししますが、憂鬱な気分をシャットダウンしたいときはチャーハンと餃子を同時に長押ししちゃってください。寿司よせ寿司よせ寿司を四角くしよう、君の晩飯もさせてよ、全部角つけるよ。馬車馬です。知らない野菜がたくさん手に入ったので、知らない野菜だけで野菜炒めを作ってみました。野菜は鮮度が命ですから、野菜を買った時はいつも急いで帰ります。大量の野菜を抱えて走る馬車馬を見かけましたら危険ですから、白線の内側まで下がってお待ちください。皮を剥くのか剥かないのか、縦に切るのか横に切るのか、いざ知らない野菜を目の前にするとどうしていいか全く分かりません。知らない野菜の前では人は皆平等に無力です。味の感想ですが、知らない野菜と知らない野菜が口の中で一つになって知らないハーモニーを奏でていました。苦かったり甘かったり酸っぱかったり、いろんな味がするのですが、どの野菜がどの役割を果たしているのか全く分かりません。何がどれを指しているのか分からない、ソフトバンクの請求書みたいな野菜炒めでした。馬車馬でした。馬車馬です。馬車馬は鶏肉のカシューナッツ炒めが大好きなのですが、なこうがわめこうが決してカシューナッツが手に入らない地域に住んでいるため、今回は米田コーヒーでいきなり出てくる豆を代用してみました。人生で初めて米田コーヒーに行った時、モーニングセットを頼んでじっとしている馬車馬の目の前に何の前触れもなく豆が出てきた時は驚きました。店員さんがモーニングセットと豆を聞き間違えてしまったのかと思ったのですが、そのような一番上のボタンを一番下の穴に通すレベルのボタンの掛け違いがそうそう起きることなのか、とても困惑したのを覚えています。味の感想ですが、何としてでもカシューナッツを手に入れるべきでした。米田の豆こそがこの世で最も箸でつかみづらい食材でした。キリンの首が長いのは高いところの草を食べるためですが、カシューナッツが曲がっているのは箸でつかみやすくするためなのかもしれませんな。馬車馬でした。馬車馬です。大好物の上に大好物を乗せることでスーパー大好物を生み出せるのではないかという仮説を、馬車馬の小ぶりな脳みそが満を持して弾き出しました。というわけで今回は明太ポテサラ生姜焼き丼を作ってみました。最近電子レンジの蓋が勝手に開くようになってしまい困っています。ただでさえ年末は出費がかさみますから、買い替える余裕はありません。頼むからポルターガイストで会ってくれ。味の感想ですが、別々にいただくべきでした。ポテサラのまったり感とエッジの効いた生姜の香りがお互いを相殺してしまい、じゃがいもの味しかしません。明太子の味も完全に消えていて、最低のイリュージョンでした。争いの後には何も残らない、人類の行く末を暗示するような一杯でした。馬車馬でした。馬車馬です。テレビでもやってたし、自分でも何回も窓を開けて確認したので絶対に間違いないと思いますが、どうやら冬が来たようです。冬といえばお蕎麦が美味しい季節ですな。富士蕎麦に赴いた際の馬車馬はとても高い確率でお蕎麦とカツ丼のセットを注文します。というわけで今回はお蕎麦とカツ丼を一つにまとめたカツ蕎麦を作ってみました。味の感想ですが、麺つゆの甘みと卵でとじたとんかつの甘みが口いっぱいに広がってフラペチーノぐらい甘かったです。スターバックスにいるのかと錯覚して MacBook を開きかけてしまいました。スターソバックスでした。
血糖値の上昇が緩やかなはずのお蕎麦で血糖値が跳ねくり返ってしまいました。こんなものを毎日食べていたら心筋梗塞を起こしてしまいます。とんかつを閉じたつもりが血管を閉じてしまうところでした。バシャウマでした。バシャウマです。バシャウマはコンビニで買った肉まんを歩きながら食べちゃうのが大好きで、肉まんをたくさんしまえるというだけの理由でカーゴパンツを履いているほどですが、たまには座ってゆっくりと食べたいと思い立ちました。しかもどうせなら座って食べるにふさわしいラグジュアリーな肉まんをいただきたいと、心の中のジェントルマンがいかんせん騒ぎ立てるものですから、今日はフレンチ肉まんを作ってみました。味の感想ですが、完全にマックグリドルでした。バシャウマは今回の件でついに確信したのですが、飯なんてものは甘じょっぱければいいんです。メイプルシロップという調味料の素晴らしさを再確認できました。眼球以外ならどこにかけても問題ありません。皆さんも熱々のコーヒーとフレンチ肉まんで優雅なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。バシャウマでした。バシャウマです。バシャウマはキムチ鍋が大好きで、キムチ鍋のことを考えるだけで鼻の下が伸びてしまい、締めを何にするかまで考え出したら鼻の上も伸びてしまい、結果ボルゾイみたいになってしまうのですが、今日の気分は雑炊でもうどんでもないので思い切ってカレーにしてみました。お金がなかった20代の頃、油揚げともやしだけで構成された鍋を貧乏味噌ちゃんこと称して食べていたのですが、ただの濃いめの味噌汁だったなと大人になった今素直に思えるようになりました。味の感想ですが、キムチ鍋の後にカレーライスは重すぎました。スパイシーに次ぐスパイシーに疲れ果ててしまいました。学生時代、先輩と立ち飲み屋で飲んだ後、立ち食いそばに連れて行かれて、どんだけ立たせるんだよと憤慨したのを思い出します。鍋の締めは雑炊かうどんに限ります。むやみに伝統を破るのも考えものですな。バシャウマでした。バシャウマです。年末に向けて冷蔵庫を整理していたところ、食材が7つ余っていたので、7包菜を作ってみました。本当は八宝菜が食べたかったのですが、ないものは仕方がないので妥協の7包とさせていただきました。味の感想ですが、驚くべきことに八宝菜でした。1包足りないはずなのになぜ八宝菜ができたのか、これはあくまで推測ですが、卵がでかすぎた悲しみからバシャウマが流した一滴の涙が7包菜の上に落ちて最後の1包となり、八宝菜となったのではないでしょうか。日本神話によると、イザナミとイザナギの間に生まれた最初の子供は異形の姿であったことから海に捨てられてしまったのですが、流れ着いた島で神様となり、やがては七福神に数えられたそうです。災い転じて福となす、お料理を通して神様が姿を見せてくれたのかもしれませんな。バシャウマでした。